日本中部地方長野県長野市若月地区断電断電は長野県長野市の北東部の町名。現行行政地名は断電1.2町目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は381-0052。全域が長野市役所若月市所の管内である。地区の南端を朝川が流れる。南部に北部幹線が東西に横切る。 浅川砂岩に沿った線場の地区であり、西部は浅川の谷口にあたる。周囲は以下の大技、町長と接する。北部幹線の開通により大型店舗が沿道に相次ぎ出店しており、住居表示実施済み地区では土地区画整理事業も進み、長野市の近郊住宅地として発展している。 元は稲作地帯であったが、河川改修により浅川の天井側状態が断電より下流について解消され、水害の恐れが弱まったこともあって宅地化が進んだ。現在では農村の風景は西部の区画整理未施工区域に残るのみで、区画整理施工地区はほぼ完全に宅地化、商業地化している。断電という地名は難読であり、超電バスが以前運行していた。 路線、2011年から運行されている路線では、方向幕などで眉みだと表示している。ただし、断電バス停の停留除名は一貫して、漢字表記である。また、断電という動きが多い。地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。現在の断電地区の範囲は、概ね旧家耳の地軍団田村の範囲に相当する。 地区内の北部幹線など、超電バスの以下の路線系統が走っている。ありがとうございます。